一面何もねえ岩場だな。こんなところに父ちゃんが。なんだお前ら、うちはサスケじゃねえな。誰、カキ、あいつが事件か。いや違う。なんかは興味ない、見えないから戦うんだ。限界を寂しいなんて言えるはずなく、存在証明は下手くそに、ただ正直に歩んでいけばいい。 あんた見たってきっと意味があって、昔からそうで。限界を決める、孤独な弱虫になるな。絆大切になって、誰かを保せるように。そうだってね、最後に。ガキども、あいつらだけで行ってどうする。無事に戻ってきてくれ。やってきた。黙れボロ、質問すんのはこっちだ。七だ、聞こえねえのか。だったら体に聞いてみるしかねえな。えへへ、よこいつにだけは随分心を許したもんだよな。が中でどうなってんのかは知ったこっちゃねえがな。ボルト、父ちゃん、どうなの。ぶっ壊そうなんて考えねえことだぜ。中身の安全は一切。七代目のチャクラというのは後だ。まずは目の前の敵を。消えた。気をつけてみんな、仕掛けてくる気だよ。この一体なんだよ。下腐ってね。七代目を餌にしやがって。ボルトのカーマか。デルタの情報と威勢がいいのは口だけか。言われねえでもやってやんよ。行け。ぶちのめすぞ。再生なんぞ追いつかねえくれえにな。オッケー兄弟。ボルト、さあ、おい、どうした。ボルト、前の死に飛び込んでくるからだ。奴がしきりに結んでいる印、何らかの術を使っていることは明らか。うつ、ん、お前のおかげで俺たちの計画にさ。しよう、うん、平坦突破。そんな風ごときでこの古墳は消せねえよ。すでにお前の体。ライトン、蹴りにかって。リートン、次は。だからなんだ。またあの印。器以外のものに用はねえが、邪魔立てする。ミツキ、ボルトお願い。逃げたか。だが、何逃げてんだってめ。状況を何とかしないと。あの黒いもや。なんだけど。でも、カーマで吸収できなかった。カーマで気まじ水を扱う術でも、チャクラを元にして作られた水は吸収できるが。あのルール。そうだ。カーマで対応できないなら、ちょっといいか。あの黒いモヤの正体は、おそらく。ああ、やっぱりね。これではっきりしたよ。生成している。おそらく、奴が使っているのは化学人具。僕らには、正体としての意思統一を図る指揮。このまま戦っても、
次はどうなるかわからない。いざという時に揉めない。なんでサラダが指揮官なんだよ。お前が手完成だ。それで勝率が少しでも上がるってんならな。無理だね、サラダ隊長。悪くない響きじゃん。新生第7班のチームワークで反撃開始だよ。ウチハサラダ、一人でお出ましか。ばらまいてるんでしょ。とっくにネタは割れてるよ。ほーに。例えば、このウイルスをとある村の連中にくれる。何を言っているの？そこで俺がその病。じゃない！いいや、違うな。人間ってのはそういう奇跡でも教祖様だと崇めるんだ。そうして俺を信じた者たちは、ウイルスは救いへと導く奇跡の力なのだ。ヨトン、ラクシーホー、ハトン、豪華系の術つもりか。あいつに螺旋眼は効かなかった。本当、俺とお前のカーマが共鳴すれば単純に力が上がる。カトン、温泉化の術。水トン、水陣兵器。周りを移動してる。ウイルスまみれだ。さあ、どこへ逃げる。完全に手遅れさ。外さないよ、うまくいったみたいだね。ああ。ザコが俺に勝てるわけがねえぞ。